アルベール・カーン庭園の日本庭園、アルベール・カーンは、フランスの実業家、銀行家である。ドイツ、フランス国境のアルザス・バランケン・マルムーティエで、ユダヤ系フランス人の貧しい家畜んやの、次男坊として生まれる。南アフリカの金郊とダイヤモンド公への陶器で、莫大な財産を築き、1898年に、自らの銀行を設立する。 事前目的に資産を使う意欲を持ち、世界一周と称する奨学金制度を創設し、仏、米、英、独、日の若者数十人を世界各地で見分させた。しかし、ドレフィス事件をきっかけに反ユダや感情が渦巻くと、社会の表舞台から退き、地球映像資料館を設立。1908年から1930年にかけ、資材をはたいて、 世界約50カ国へ写真家を派遣、7万2000点以上のカラー写真や延べ18万3000メートル、約100時間のフィルムを撮影した。しかし1929年の世界恐慌により、徐々に経済状況が悪化。1936年に破産。資材がすべて差し押さえられ、晩年は無一文であった。自宅の庭だった庭園も公園として、 一般解放されたが、邸宅に住むことは許され、見学者がいない、時間帯には、庭園の散歩もしていたという。後に、映像ライブラリーは、フランス製の県に買い取られ、現在は、パリ西南、ブローニュにあるアルベールカーン邸で20世紀初頭の、世界の貴重なカラー写真や映像ライブラリーを見る、ことができる。カーンが、自分の銀行を設立した当初、露仏同盟と、 日英同盟が対抗関係にあったことからフランスから日本への投資はほとんどなかった。しかし、フランス資本は国内で新規事業を開拓できる状態ではなかった。カーンは中仏講使、元の一郎を通じて発展著しい日本に投資をするという賭けに出た。この時、明治時代の財界人や渋沢栄一、浅野総一郎、大倉喜八郎などと、 こういう関係ができた。アルベールカーン庭園には1898年に作られた日本庭園がある。1908年12月、世界旅行中だったカーンは、カメラマンのアルフレッド・デュテルトリを伴って、日本を訪れた。この来訪は、地球映像資料館の撮影取材も兼ねており、彼らは多彩な映像やカラー写真を記録した。日本来訪時の映像には、 当時のフランス大使と共に、大熊重信邸を訪れて、大熊本人を撮影したフィルムが残っている。また、フランスに在住していた、北白川の宮重久王夫妻とも親交があり、その縁で、地球映像資料館の日本取材の際に、北白川の宮家をはじめとした皇族の日常風景の撮影を許可された。奇跡の映像を蘇る100年前の世界第9回、BS1、 2009年8月28日放送。正式な同盟を結ぶ前から、日本の外債発行などを通じて密接な関係にあった。渋沢栄一電気資料、第25巻目次詳細1897年10月17日、P646 から647、ハット ABC、奇跡の映像を蘇る100年前の世界第10回、BS1。 2009年8月29日放送。日本での取材は3度行われた。2度目はステファンパセ、3度目はロジェデューマがそれぞれ派遣された。ありがとうございます。